本日の皇室会議でお二人のご婚約が正式に承認されました。本当におめでとうございます。では伺います。まず皇室会議を終えた現在の心境をお聞かせください。今日の皇室会議でもって婚姻が正式に内定し、私としては大変嬉しく思っております。この間温かく見守ってくださった方々に対して心からお礼を申し上げたいと思います。また私からの申し出を受けてくれた雅子さんに対しても心から感謝したいと思っております。これからは二人で力を合わせてさまざまな務めを果たしていきたいと思っております。雅子さんいかがでしょうか。これから大きな責任を引き受けすることになるわけでございますから、身の引き締まる思いがいたします。その一方でこのように多くの方々に祝福いただいていることを大変幸せに思いますとともに、ここに私をお導きくださった皇太子殿下をはじめ、他のにさまざまな形でこれまでお力をお貸しくださった方々への感謝の気持ちでいっぱいでございます。ありがとうございます。続いて伺います。皇太子様のプロポーズの時期と場所、その言葉はどのようなものだったでしょうか。また雅子さんの返事と時期と言葉はどのようなものだったでしょうか。それは10月の3日に千葉県の鴨場でもって雅子さんの方に、私と結婚していただけますかというようなことを申しました。その時の答えははっきりとしたものではなかったわけですけれども、その後12月の12日にこの仮御所に来ていただいて、そこでもって私からのお申し出受けていただけますかというふうに申しまして、そしてそれを受けていただいたというわけであります。その時12月12日ですが、私からはまず殿下に本当に私でよろしいでしょうかというふうに伺いました。でそれに対して殿下がはいそうですというふうにお答えくださいましたので、少し長くなりますけれども、私の方から次のように申しました。私がもし殿下のお力になれるのであれば、謹んでお受けしたいと存じます。これまで殿下にはいろいろ大変幸せに思えることで、嬉しいと思えるようなことも言っていただきましたので、その殿下の言葉を信じてこれから二人でやっていけたらと思います。お受けいたしますからには、殿下にお幸せになっていただけるように、そして私自身も自分でいい人生だったと振り返れるような人生にできるように努力したいと思いますので、至らないところも多いと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。このように申しました。次に参ります。雅子さんは皇太子様のプロポーズの後、一旦は固辞されたと聞いていますが、心の葛藤はどのようなものだったでしょうか。私がそのご辞退申し上げたことがあるかどうかということについて、今私の方から申し上げるのは差し控えたいと思いますが、確かに私はその外務省で大変やりがいのある仕事をさせていただいておりましたので、その仕事を辞めるべきかどうかということについてだいぶ悩んだことはございました。ですからこの新しい決心をするまでに十分に考える時間が必要だったということだと思います。次に参ります。はい、初めて会った時のお互いの印象と、5年ぶりに再会した時の印象、そしてどこに惹かれ合ったかお聞かせください。一番最初にお会いしたのはちょうど昭和61年のスペインのエレーナ王女が来られて、当時の東宮御所でもってレセプションが行われて、その席でもって会ったわけですけれども、
その際非常に強いというかいい印象を受けました。でまず非常にこう控えめでいらっしゃるんだけれども、自分の思っていることをはっきりとこうおっしゃって、それでいて非常にこう聡明でいらし聡明であるということ、それからあと何かこう話題にも非常にこう共通性があって、お互いにこう心が通じ合うというような、そういう感じを強く持ちました。したがってこう非常にこう話してて楽しい人というのがまず最初のこの印象であったわけですけれども、それからまあ本当に5年ぶりにまた会うことができまして、その時は最初に会った時に持ったこのいい印象というものは同じようなものであったわけですけれども、まあ外交官として非常にこう大切な仕事をしているせいか、また人間としてこう一回りも二回りもこう大きくなったような感じがして、非常にこの嬉しく思ったわけです。あさこさんいかがでしょうか。私はやはり最初にお目にかかった時は大変緊張しておりまして、緊張してご挨拶を申し上げたんですが、その後は何か意外なほど話があったといいますか、話が弾んだというのを覚えております。ですからその時私が受けました印象はとても気さくで、かつすごく配慮のある方だということでございました。5年ぶりに去年の夏お目にかかった時にはやはり楽しくお話をすることができましたが、まあ、その時点ではその殿下のお気持ちというのを伺っておりましたので、まあ、内心正直なところ複雑な心境でもございました。で私が殿下のどういうところに惹かれたかということを申し上げますと、まずそのご自身が大変そのお苦しい時にでも他の人の苦しみについてまず先に考えられるような、そういう大変に思いやりの深い方でいらっしゃるということ、それに大変忍耐強くていらっしゃるといいますか、根気強くいらっしゃるといいますか、こう言ってはちょっと失礼かもしれませんが、とても人間のできた方でいらっしゃるということに本当に敬服いたしました。あとはご趣味とかご交際とか大変お広くていらっしゃって、心の豊かな方でいらっしゃるということでございます。管理者の TBS 千葉と申します。質問を続けさせていただきます。外交官という職業を捨てることに悔いはありませんか。また皇室入りを決意させたものは何でしょうか。両陛下皇太子様から不安を拭い去るようなお言葉はありましたでしょうか。これまで6年近く勤めておりました外務省を去ることに寂しさを感じないと申しましたら、それは嘘になると思います。外務省では大変やりがいのある仕事もさせていただいておりましたし、大変学ぶべきところの多い尊敬すべき先輩や同僚にも恵まれて、とても充実した勤務でございました。でも昨年の秋、私は本当にいろいろと考えた結果、今その私の果たすべき役割というのは殿下からのお申し出を受けして、でこの皇室という新しい道で自分を役立てることなのではないかと、そのように考えましたの で決心したわけですから、今悔いというものはございません。でその考えている過程で殿下からは私の心を打つような言葉がいくつかをいただきました。その一つはこれは11月の後半だったと思いますけれども、私に対して皇室に入られるということにはいろいろな不安や心配がおありでしょうけれども、雅子さんのことは僕が一生全力でお守りしますからというふうにおっしゃってくださいました。そしてさらには12月の初めだったと思いますが、私がまだその私に対してその十分どうぞ十分お考えになってくださいとおっしゃられて、でご自身も大変悩んだ時期がありましたというふうにおっしゃられたので、私が
何をお悩みになられたんですかというふうに伺いましたら、ご自身としては、僕としては雅子さんに皇室にぜひとも来ていただきたいというふうにずっと思っているけれども、本当に雅子さんのことを幸せにして差し上げられるんだろうかということを悩みましたということを言われました。でそのような皇太子殿下の真摯な大変誠実なお言葉をいただいて、そういうお気持ちを私として大変その幸せに思うことができましたので、私でできることでしたら殿下のことを幸せにさせて幸せにして差し上げたいというふうに思った次第でございます。その間両陛下からのお言葉ということでございますけれども、殿下からは私がもしお受けすることになったら両陛下も温かくお迎えするとおっしゃってくださっていてるということがございましたので、それは私にとって大変大きな励みではございましたが、直接一部で言われているように、その直接皇后様から私にお気持ちをお伝えになられたとか、そういうことはございませんでした。その点に関してちょっと私からも申し上げたいと思うんですけれども、私の場合も両陛下に、特に陛下には折に触れていろいろご相談してまいりましたけれども、皇后陛下の方はもうこの結婚問題が始まった頃からもうこの件に関してはすべて当事者である私と、それから関係者に任せておられまして、それでご自身としては皇太子妃という立場を了承して、そしてこちらへ来てくださる方に対するお心を砕いておられたわけです。ですからこの私がこの結論に達する前に、皇后陛下の方が特定な人に対してそれを否定したり、それから支持されたりということは一切ありませんでした。それは今回の雅子さんの場合も全く同じなわけです。皇后陛下としてはあくまでも私が選んだ人を心から受け入れるという気持ちを終始貫いてくださいました。で今回のこの結婚に至ることを振り返ってみましても、両陛下がこの件をすべてこの私に任せて、そして信頼してくださって、そしてご自身は温かく私たちを見守って、そして長い年月を共に耐えてくださったということで、私はそのことに対して心から感謝をしたいと思っております。続いてお二人に伺いますが、どのような家庭を築いていきたいでしょうか。お子様は何人ぐらいご希望でしょうか。まずその最初の質問についてですけれども、私自身この幸せな家庭に育った経験を持つ者として、安らぎのあるその明るい家庭を築いていきたいというふうに思っております。安らぎのある家庭というのは、私たちがこれからさまざまな公務を尽くしていく上でも、また次代の子どもたちにとっても非常に大切なものではないかというふうに思っております。それからまたこれから先2人でもってさまざまなことをお互いに学び合って、そして共に高め合っていくということもぜひやってみたいというふうに思っております。雅子さん、いかがでしょう。基本的には殿下のおっしゃる通りでございますけれども、私の言葉で一言付け加えさせていただければ、愛情に満ちた温かい家庭ということだと思います。そして特に苦しい時や辛いことがあった時にお互いをいたわり合って助け合っていくことができるような家庭にできればというふうに思っております。次の質問についてですけども、これはコウノトリのご機嫌に任せてというふうに申し上げておきましょう。次に雅子さん、何か
いえ、実はその質問については多分出るでしょうということで、一昨日お目にかかったときにだいぶ相談をしていたんですが、2人で答えが出ませんで、私は殿下にお任せするというふうに申し上げたんです。ただ一つだけ、これだけはおっしゃらないでくださいと言ったことがありまして、それは殿下大変に音楽がお好きでいらっしゃるんですけれども、その家族でオーケストラが使えるようなようなその子供の数というようなことをおっしゃらないでくださいねというふうに申しました。次に、雅子さんが奥崎候補と騒がれた後、ご交際が中断したことがありました。また宮内庁は一度雅子さんを断念したと聞いておりますが、その時の皇太子様のお気持ちはどうだったんでしょうか。この件に関しましては、窒素の問題もあって、それで宮内庁の方でも慎重論が出ておりまして、で、一時は中断することもやむを得ない状況ということになってしまいました。で、またその間こちらの方も外交官としての研修中でもあり、で、外交官としてのこの仕事を続けたいという意向もありましたし、からまたいろいろとこうマスコミの取材構成等もありまして、なかなかお互いに静かな環境の下でもってゆっくり話し合うという機会が取れなかったように思います。ただ私としてはその間常にこの雅子さんのことが念頭にありまして、本当に雅子さんではということを何回となく宮内庁の方に申し入れをいたしました。ただそうは言っても私としても私自身の気持ちというものも大切にしたいと思いますけれども、周囲の意見も周囲の考え、これもまた大切にしたいと思っておりましたので、昨年、周囲の意見が雅子さんでいいというふうに固まったときには大変嬉しいものがございました。かつて皇后さまが嫁がれたとき慣れない皇室の生活などで苦労されたと聞きますが、仮に雅子さんにそういうことがあった場合、皇太子さまはどうやって雅子さんを支えるおつもりでしょうか。実はこの件に関しましては皇后陛下の方からは一切そのようなことに関するお話を伺っておりません。私が拝見していましても、いつもとても明るく楽しい皇后様はとても楽しい方でいらっしゃいますので、ちょっと私にはそのようなことがあったと言われてもちょっとピンとこないところがあるわけなんです。ただ以前にこの件に関して皇后様に伺ったときに、私はいつもこの自分の足りない点を周りの人々に許していただいてここまで来たのよということを言われたことがございます。その言葉が今でも非常に印象深く残っております。両陛下の歩まれたすでにこう三十数年という歴史がありますので、これから先この雅子さんが大変なというか非常に大きな苦労されるということはないと思いますけれども、何分にも皇太子妃という非常に責任のある重大な立場になるわけですから、苦労があった場合には私がそばにいてこの全力でもって守って、そして助けていってあげたいというふうに思っております。いつの間にか時間がかなり来てしまったんですが、関連質問2問ほどお願いしたいと思います。東京新聞の椎田と申します。非常に俗な質問なんですが、雅子さんにします、殿下がご立派な方でいらっしゃるということは、我々の男性の方から見ても分かるんですが、殿下のですね、男性としての魅力はですね、どのようなことがありますか。それ具体的に率直にご遠慮なく。いや、先ほども申し上げたことになると思いますけれども、やはり大変忍耐強くて根気強くていらっしゃること、勇気がおありになること、そしてすごく思いやりのある方であるということだと思います。TBS の何でございますけれども、お二方はですね、普段はお互いにどう呼び合っていらっしゃるのかということと、あと先ほど共通の話題がおありになるとおっしゃってましたけれども、共通の話題で会話が弾むことはどういうことでございましょうか。
これに関してはまず2人が呼び合いてる呼び合い方ですけども、まあ今のところは私からは雅子さんというふうに呼んでおります。私からは殿下というふうに呼びしております。で、まあ、今日このような形でもって内定という形になったわけです失礼しました、なったわけですので、これからまた呼び方を考えていこうというふうに思っています。それから共通する話題ですけれども、彼女も非常にいろいろ興味の範囲が広いものですから、例えば音楽の話もありますし、それからスポーツの話題、それから歴史、それから政治経済に至る非常に幅広い分野でいろんな話をすることができるわけですけれども、ともかく非常に話をしてて楽しいというのが私の印象ですね。何かある？あとは動物の話と、うん、それから何かしら子供の頃やったいたずらの話とかそんなことも話題になったりしますね。動物の話なんかも一緒にすることがありますね。フジテレビのコンプライアンスですが、雅子さん、お料理ですとか、まあ、いう花嫁修行の方は今どのようになっているんでしょうか。これからだと思います。以前にお料理は少し楽しみで習ってたことはあるんですけれども、その本格的に花嫁修行という形ではあったことはございませんので、これから少しと思います。時間がまいりましたので、これで記者会見を終わらせていただきますが、本日はお忙しい中どうもありがとうございます。2人の幸せを心より祈っております。